おはようございます、昨日めでたく母が還暦を迎えました。龍神チャンネルのみやちゃんです。本日も試合の動画をお届けしていきたいと思います。本日の試合は NS7 リーグの5戦目、丸美野球クラブさんとの試合になります。丸美野球クラブさんは、何度も対戦しているチームになりますが、対戦成績自体は、勝ち越ししているんですけども、毎回こう気の抜けない試合が多い、粘り強いチームさんです。今年の NS7 リーグは、3勝しているので、おそらく3位以上は確定じゃないかなというふうな、ところにはなりますけども、なんとかこの4勝目をしておいて、確実に決勝トーナメントに進めていきたいところなので、落とせない試合にはなります。札幌、昨日の夜から大雨警報が出ておりまして、今日の試合もどうなのかなと思ったんですが、今のところ小雨が降っている状態です。それでは動画ご覧ください。どうぞ。はい、それでは解説していきたいと思います。今日の先発はエースジベさんと佐藤さんのバッテリーになります。はい、ジベさん、ここ最近は、テンポよく打たせて取る投球ができておりまして、三振は確かに少ないんですけども、こうして打たせて取ってもらうことで内野もだいぶリズムができてきますね。はい、ナイスピッチングです。逆に相手の投手なんですが、こう一見マリナーズの岩隈投手のようなこうしなやかなピッチングフォームから、伸びのある速球と、おそらくツーシーム系と、落ちるスライダーなのかなという球を、駆使されて、なかなか捉えられません。はい、千里さん、この後ツーベースを打たれるんですが、しっかりと打たせて取って、この回のピンチも紡いでいきます。はい、内野陣との連携もバッチリですね。はい、この頃もしっかりと内野がさばいて、見事な打たせて取る投球ですね。はい、この回春さんが先頭打者として出塁し、佐藤さんのこの当たりがライトの手前に落ちるポテンヒットとなり、ランナーが1、2塁となります。ここはしっかり送りたいところなんですが、わっちゃんがこのバントの小フライを投げてしまい、春さんが打球の判断を、難しいところでしたが誤り、ダブルプレー。しかしパスがフォアボールで出塁し、ジベさんのこの打席で佐藤さん完全に盗むんですけども、アウト。意表はついたんですが、なかなかいい狙いではありました。はい、ここでオモローのコーナーですが、オモローなのかどうかは分かりませんが、ピンチの場面ですね。はい、ここで衝撃映像です。1、2塁、はい、1、2、3と、なんと非常に珍しいトリプルプレーが成立しました。これ本当に偶然サードの手前に行きましたね。はい、結局決着がつかず、ワンアウト満塁という促進ルールで最終回をスタートします。はい、まずこれで2アウト。丸美さん、エンドランを多用してくるイメージがあったので警戒したんですが、逆に何も使ってこなかったので、はい、難なく進みました。最後ジベさんヒヤリとする送球でした。やめてください。さあ、そしてその裏ですね、サヨナラのチャンスです。
はい、バッタージベさん初球ヒットエンドランのサインを出させてもらいました。その初球、はい、ファールですね。まあ、ピッチャーもちょっと中途半端なボールで、ジベさんもやや遅れ気味でした。そして2球目です。2球目は完全にカットでしたが、2球目も実はエンドランかけてました。さあこれで打つしかなくなりました。ジベさんどうする。ジベさん打った、これがショートの後方に落ちたのを見てケイちゃんがスタートし、しかし送球がストライクでアウト。そしてワッチャンがなぜか進塁の義務があるんですが見とれてたらしく、ダブルプレーで試合が終了しました。ワッチャン踏んだり蹴ったりです。そしてここでじゃんけん大会、はい、スタメンの選手でじゃんけんを行い、両勝ちました。負けはザキさんですかね。アイコで固まります。ザキさんも負け、キヨさんがさりげなく勝ちます。ハルさん負け、そしてケイちゃんです。ここでもアイコでケイちゃん勝ちました。まだ望みをつなぐ。そして最後はワッチャン、最後にどうだ、負け。ワッチャン泣きっ面で勝ちです。はい、丸美さんありがとうございました。はい、ご覧いただきました通り、本日の丸美さんとの試合は、0対0で終了しましたが、大会の規定によって、まあ、促進ルールになりましたが、双方得点できず、最終的にはじゃんけんで、一応勝敗上は、丸美さんとの試合は負けという形になってしまいました。今日の試合のポイントは、丸美さんの、まあ、主戦投手の方が、まあ、去年まで清田リーグの一部でメインで、ね、投げてた方ということもあって、まあ、どれだけ少ない点でもいいから取れるかっていうのが、ポイントだったんですが、やはり、非常にこうストレートと、まあ、変化球の、まあ、コンビネーションもそうですし、まあ、スピードもありましたし、結構細かいコントロールがすごく上手な投手だったので、なかなかそのチャンスすらつかめない状況だったんですけども、そこでこううまく、バントの失敗だったり、まあ、走塁ミスだったりっていうのがあって、うまくランナーを、まあ、三塁の状況を作れなかったっていうのが今回の、まあ、試合の難しかったところかなと、思います。はい、気持ちを切り替えてですね、次の試合は、明日ですね、清田リーグのダンカーズさんとの、試合になります。まあ、実力もさることながら、今年清田リーグでもそこそこ勝っているチームになりますので、明日も頑張りたいと思います。それでは本日の動画は以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではさようなら。いつも龍神チャンネルを見てくれてありがとう。俺たちのチームは Facebook、Instagram、Twitter、LINE はやってない。YouTube やってます。チャンネル登録よろしく。